こんにちは、ゆいです。今日は川崎にあるラチッタデッダにいるんですけども、先日私があの川崎駅を一人で歩いてましたら、こんなね、こう看板、これのね、看板が立ってたの。これ紙なんだけど、なんだろうなと思って近づいてったら、5000円で6500円分使えるって書いてあるでしょ、うん、で、それがこちらなんですけど、じゃじゃん、これが売ってたの、で、あのいろいろ説明を聞いたら、この地下にあるこのお店たちで使える、まあ実質 30% オフの商品券ですっていう説明をね、受けまして、あ、すごいお買い得だななんて思ったら、まあ、もちろんね、現金しか使えないのよ、買うのにね、その時手持ちがね1万円しかなかったの、だからね、2冊しか買えなかったんだけど、なんかよくよく考えてみたら、1月31日まで使えるし、あの飲食店だけじゃなくてね、ファミリーマートとか、セブンイレブンとかまで使えるの。で、私たちすごいチッタが好きでね、すごく来るから、あの噂の私たちが大好きなキリンシティも使えるしあ、もうちょっと買い足そうかなと思って、今日はね、あと4冊買いにチッタに来てます。ちょっと気合入りすぎて、10時今47分で、11時からしか開かないので、そのチケット買うところが、だからもうちょっとこの辺で時間潰して、まずはね、チケットをもう4冊買いたいと思います。その後はちょっとこの辺を散策して、あの今日のランチをね、あの探して食べたいと思います。はい、中はね、こんな感じで500円綴りになってるから、これが、13枚ね、ついてて、ちょっとね、この動画が上がる頃にはもう販売日が終わってるんですけど、今日6日なので、今日まで、今日の11時から5時まで、私が見つけたのは3日、初日に見つけたのだから完売ね、数量限定につき完売次第で終了だから、もしかしたら売ってないかもしれない。いやー、天気がいいです。今日も見て、この綺麗な景色。今日はね、なんか隅っこ暮らしのキャンペーンをやってるみたいで、みんながね、スタンプラリーをやってます。ここもね、行ってみたい。アルカサールというお店、そう、今回のね、券を使って今まで行ったことない、開拓したことのないお店を行きたいんだよね。ここもね、行ってみたいの。ここはお肉と牡蠣のお店なんだよね。あ、そうそうそう、同じお店というか、なんて言うんだろう、あ、完売って書いてある、もんちゃん、やってもうた、やってもうた、完売って書いてある。今日まで持たなかったんじゃん。持たなかった、もう私のあの時の手持ちの1万円が。あ、でもお兄さんが立ってるけど、昨日のお昼で終わっちゃったみたいです。そっか、あの時もっと買っとけばよかった。すいません、ありがとうございます。あー、すごくショックです。すごくショック。あー、どうしよう、ちょっと頭を整理しよう。なんか今はさ、時代がキャッシュレスじゃない、だからさ、そんな何万円も持ってないじゃん、手持ちで。あー、悔やまれるな、本当に。あー、まあちょっと気を取り直して、ちょっと今行きたいなと思ってる1店舗目の、もう口も回んなくなってきちゃった1店舗目の候補のお店があるんで、そこ見に行ってみます。今映画何やってるのかな。私はね、スラムダンクをすごく楽しみにしてるんだけど、ちょっと声優さんが変わっちゃったということで少しショックを受けてます。お店見つけたんだけど、甘いデザートだったね。そうだね、食事だと思ったんだよね。ね、すごい可愛らしいお店だよ。どこだっけ、ここはパスタ屋さんだね。まあ、ここもでもいいね、パスタ屋さん。そう、先日ね、神奈川ペイも上限達成しちゃって終わっちゃったんだよね。そう、それもすごいショックでね。これカレーだ、ここか、スパイス屋さん。今日のランチはこちら、スパイスクラフトに決めました。何にしようか。何これ、すごいね、大きなの。あ、こんなのいいじゃん、クレープだ。あ、これベジタリアンセットなんだって。
こっちは？あ、私これでいいや。このね、2種のカレーセットでナン&ライスにしようかな。ナンオアライスだった。そりゃそうだ。もんちゃんはプレーンドーサセットね。でも得体の知れないものなんだけど、結構挑戦だよね。もんちゃんココナッツとか苦手だからさ、なんか私が食べることになりそうな気がする。私はこの C で、あのね、店長にナンとライス両方食べたいって言ったら、うん、C だったらいいよって言ってくれてこれにした。で、私マトン好きだから、マトンともんちゃんのエビ、はい、はい、あとラッシーが来たよ、ほら、いいサイズよ。すごいよ、食べましたよ。全く違う。私かぶりたいんだけど。え、すごい、ちょっと、あ、はい、マトンで。あ、すいません、ありがとうございます。見て、本来はさ、こんな丸まってたのに客先みたいな。嬉しいけど。これさ、あ、ほら、ないじゃん。あれ、あ、ないじゃん。ないんだ。スパイスが入ってるって、じゃあこの生地に入ってるってこと？見て。どういうこと。不思議すぎる。あ、私のも来ましたよ。いい匂いするで。あ、ほら見て、ちっちゃいご飯つけてくれた。お腹すいた、食べます。乾杯。うまっ。うん、すごい、これカレーの味するんだけど。嘘。ほんと、ちょっともんちゃん飲んでみ。スパイス入れてんの。うん、チャイかな、カレーかな。うん、わかるもんじゃん。うんうん、でもね、すっごくおいしい。いいね、日曜日の昼11時から。うん、うん、ごまドレッシング。うん、実はね、すっごい寒いんだよね。寒いんだけど、テラスが好きすぎて。食べるよ。うん、あ、おいしい。ほんと？生地おいしい。なんかただのクレープ生地じゃないの。違う、味する。うん、でも、カレー屋さんには珍しくさ、辛さ聞かれなかった。なんみたいな味かな、これ。美味しい。うん。マトンも美味しい。大きさはね、これぐらい。美味しい。うん、美味しいな。超本格的。うん。うん。すごい美味しいよ。エビはね、ココナッツ風味で。すごいエスニック。すごい、このご飯のサイズが最高なんだけど。うまっ。おんちゃん平気？寒いの？私なんかあったかい格好してると思う。ほんと？じゃあ平気、私は許容範囲だから。なんかもうちょっとね、日が当たると思ったらね、すごい日陰でね。交換する？うん。うまっ。これだけ食べてみようか。すごいよ。あ、いいじゃん。ないより味濃いね。めちゃくちゃ濃いよ。なんかチーズっぽい風味もする。そうそうそう。こっちなんかかなり本格的だね。ね。うん。あ、すごい。マトン、今ね、すごいの噛んだの。すごかった。頭がインドに飛んだ。マトン好きなのすごいね。マトンが一番好きなんだよね。もうどこ行ったってマトンしか食べない。もはやお店入るときにマトンがなかったら、例えばチキン、キーマ、エビとかだったら入らないもん、お店に。別にラム肉がすっごい好きなんじゃなくて、インドカレーのマトンが好きなの。ここにつけて、これでお腹いっぱいになりますかって聞かれたらちょっとならないかもしれないけど、たしなむんだったらすごく美味しい。最近さ、うちのフライパンがもうダメダメなの。テフロン剥がれちゃって、で卵焼き作るとね、こういうね、わかるでしょ、もんちゃん。こういうのがね、最後出来上がっちゃうのよ、外側が。で、フライパンにこびりついて、わーって取って、こういう感じのができるんだけど、意外と美味しいの、これ。それじゃないし。これ完全に注目を浴びてるよ。マジで？みんな見てる？結構見てる。何あれって。それは見るよね。
それでメニュー見てもこれないからさ。確かに。うん。なんだ。時々すっごい香辛料がいるよね。そう。怖いよ。川崎のインドカレー屋さんと言ったら、パレールにあるカレー屋さんが有名だと思う。ナマステだっけな、うん、ちょっと名前忘れちゃった。あそこはね、もう私が中学生の時からあって、ネパールかだったかも、ネパールな気がする。よく行ってた、中学生から行ってた。お昼行ったらいつも混んでて、確か何の食べ放題だった気がするな。本だよ、本見て。美味しゅうございました。もんちゃんが頼んでたホットのコーヒー、よくやった。ナイスホット。嘘でしょ。嘘でしょ。あのよくさ、ステーキ屋に出てくるアメリカンの薄いコーヒーあんじゃん。あんな感じ。でもあったかいことにも感謝。アメリカを超えてるのもいろいろあるんだよ、物価高だしさ。飲食店もいろいろあるのよ。いやいや、いいのよ、いいのよ、何でもいいのよ。もういくらぐらい食べた？2600円ぐらいだね。あともう1枚かも。おい、2650円でチケットを5枚使って、うん、あのはみ出た分は現金で払いました、はい、まあ多分現金しか使えないとも聞かなかったけどね、うん、で商品券はお釣りが出ないから、あの使い切り、まあ何十円とかだったらね、お釣りいりませんとかでもいいかもしれない。そうだね、うん、美味しかった。はい、でちょっとお買い物ね、サラサラっとしていこうか。欲しいんだけどね、うん、どれがいいと思う？エントリーナンバー1番、うんうん、はい、エントリーナンバー2番、あ、これ最後にしよう、うんうん、どう？私はね、これがいいと思うんだけど、もんちゃんはすっごい反対するの。変、うん、変でしょ、絶対変。本当にいいと思うんだけどな。クリアなのは可愛いけどね。可愛いよね。もうクリスマスだ、すごいな。何にするの？どうしようかな。今のやつはなんだ？ストロベリーか。うん、ジンジャーブレッドラテとか。そうそう。かグランデか。え、ガトーショコラだってこれ。かわいいね、カップ。メリークリスマス。早いね。行きます。じゃじゃーん。あ、これさ、雪の模様じゃない？違う、なくなっちゃった。こうやって普通にやってただけで。嘘、なんか雪の結晶みたいじゃない？メリーソース。ハーフシロップのアーモンドミルク変更。そういう店。あったかい。あ、おいしい。うん、美味しいけど、アーモンドミルクはホワイトモカのが合うわ。最後までご視聴ありがとうございました。チケットは買えなくて残念でしたけども、とてもいい一日になりました。皆様も川崎ラチッタデータに来てみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。
ナマステでもなくネパールでもなく、なんとヒマラヤでも。失礼いたしました。こちらは本当おすすめ。もう匂いがねすごいよ。川崎を代表する、うん、代表すると言っていい。ほら見て、なんとサフランライス食べ放題だから、うん、これやっぱ大事よね。そうだね、うん、でマト、私は絶対にマト。そうそう、なんか何万、数万年、数万、南極の氷触ったよ。日曜日の1時22分でもうほとんど完売、市民祭り。もうお客さんが逆に少ないわ。もちろん大島巻の中身も完売です。お疲れ様でした。なんとね、日刊スポーツの号外、川崎市民祭り、なんか競馬の新聞が見えるねえ、すごい。次はこれ行く、うん、見て、屋台にニュータンタン来るけど、え、すごくない？何も食べれず、何も買えず、終わりました。ただの混雑チェックしに来たみたいになっちゃったこれにて、2022年度市民祭り終了です。あ、南極の氷触ったわ。